殿は既人を上回っていう代名詞であり、これが転じて人名や職名などにつけてその人に対する敬意を表す設備語でもある。殿は既人を上回っていう代名詞である。もともとは既人の邸宅のことを指す語であるが、婉曲的にそこに住む既人のことを指す。近代以前の日本では人の名前を呼ぶことは比例にあたり、特に釘や武士は相手を呼ぶときに官職名や相手の デーがある地名に殿をつけることが多かった。その古障が仮名として定着する。単に、天という表現は、平安時代には、摂政や関白を指していたが、次第に天皇だけを表していた、御所という古匠が、上皇や大臣クラスの苦業にも拡大して、使われるようになる。それに伴い、天という語も拡大して、貴人一般を指す継承になった。また、 殿という継承は、武士の時代には主君のことを指すようになった。室町時代にあっては御所、館などに次いで尊い継承となった。江戸時代には大名や旗本を敬っていることなり、それ以下の身分の者が称することは禁じられたが、農村では国人などの系譜を引く中世以来の有力豪能の霊俗下にある人たちが主人を、天、指定を若殿と呼ぶこともあった。 また、貴人だけでなく、女性が男性を上余って呼ぶ言葉としても使われた。今日でも、殿方という言葉にこの用法が残っている。殿は、人名や職名などにつけてその人に対する敬意を表す設備語。山田殿、社長殿などのように使う。手紙、文書などの書き言葉に使われることがほとんどで、話し言葉ではほとんど使われない。歴史的には、上記の、 天から転じたもので、平安時代には、関白殿のように、かなり身分の高い人に対して用いられた。鎌倉時代から少なくとも、室町時代末期にかけては、天より敬意の高い言葉として、様が併用されるようになり、明治から昭和時代にかけては、陸軍の中で身分の低い職員の者のにも、天が使われるようになった。過去では、官庁から個人への通知においても、 一般的に点が使われていたが、最近は様を使うことが増えてきている。今日では公式なまたは事務的な場面では目上、目下に関わらず、用いられるほか、目下の者への指針に用いられる。誤解を招く可能性が高いため、基本的には様のみを使う方が無難だろう。ありがとうございます。